い、ワード2バッテリー切り替えました、お疲れ様です、楽しんでってください。9時か、また微妙な時間帯だね、お疲れっす、お疲れっす、お疲れっす。どうしよっかな、のんたんとデートしたかったけど、二人で家でまったりしてたね。はい、ワドツ、いらっしゃい。ワード2、シオさんいらっしゃい。はい、ワイリーワード2、久しぶり、いらっしゃい。はい、ノンタンワード2、バッテリーチェンジしました。ポンスケ、ペンテっていう配信者にはめられたみたい。へー、逮捕の、あれは、あの、容疑は何で捕まったの。はい、8ワード2。どうしよっかな。はい、ワード2。あ、皆さん、おかげさまで、たった今確認したら、収入の方が8万円超えました。残り7万円目指して頑張ります。ポンスケも酔っててみたいな。ほうほうほう。じゃあ喧嘩かな、多分。喧嘩系のトラブルっぽいよね、なんかね。そんな感じがするな。喧嘩だろうね。ありがとうございます。パチパチ。ありがとうございます。残り15万稼いで、生ポを抜けて、僕は旅に出ますよ。うん、ありがとう、みんな。みんなありがとう。てんてんさんのテレ版さらせて配信、ん?さらせって。へぇー。さこさん教えてくれてありがとう。そうなんだ。でもさ、もうさ、古い仲間たちの配信者がどん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 辞めていくからさ、みんなでさ、盛り上げたいよね。ポンスケ一回見かけたけど、本当に、目がなんか怖かった。ほうほうほう。まあ、配信で言われてる内容と実際の逮捕内容違ったりするからね。金梅さんの時も結構、ああじゃない、こうじゃないってなってたから。実際に、その逮捕状とか見てみないとわかんないよね。そう、配信はネタなのか台本なのか分かんない時が一番面白いから。まあ逮捕されたのは多分ガチなんだろうね。でも久々コンペと会って面白かったわ。頑張ってほしいね。ツイキャス主の臨場がすごい。わかんない。まあね、みんなね、逮捕ネタは美味しいと思ってね、横やり入ってくるよね。うん。臨場するわな。ツイキャスの人あんまわかんないかんな、俺。車の音すごい。ごめんね。車の通り走ってるから今。でも声聞こえるっしょ、大丈夫っしょ、多分声はちゃんと聞こえると思うんだけど。
いや、あれを結構ね、ガチで捉えちゃう人いるからね。そうですね。もっとリアリティ出せって裏で泣け泣けって煽ってたんだけど。煽りながら泣け泣けとか、もっと声張れとか、いろいろ急出してたんだよ。だからあいつはすぐ半笑いになっちゃうから。本当はね、泣き芸がいいなと思ったんだけど。俺的には今回のオチは泣き芸かなと思ったんだけど、涙出ませんっていう合図が来たから、じゃあ声張る系でいこうと思って。本当は泣き芸で終わらすつもりだったんだよ。和道の台本だと。何回も急出して泣け今だ泣けってやってんだけど、泣かないわ。泣けなかった。あそこでね、涙の一つも二つも簡単に流せたら大手配信者だよね。何年目だ ?5 年目です。何回も言ったら面白くなるから、ね、最後の方ちょっと面白かったもん。誰かにまた酒かければよかったのに。いや全然ね、酒かけても面白くなったと思ったけど、さすがに閲覧がなかったからな。とりあえず閲覧稼ぐ方に持ってこうと思ったけど、あいつが紅歌ったら閲覧伸びるって言った時正気かよって思ったけど、僕が閲覧 X 歌ったら閲覧伸びますよとか本気で言ってたからね、バカじゃないのと思ってた。食い気味は面白かったね。食い気味は面白かった。真面目な人ほど面白いから。声が小さいの意味もわかんない。はい、ワトツー、もふもふいらっしゃい。コメントありがとう。ワドーさんもだけど、ニコ生からフワッチに映る配信者多いですね。キャスからも多いよね。やっぱフワッチがそれだけいいサイトなんだよ。すごい伸びてるんだよね。ほんとやりやすいよ。フワッチは俺はもう専属になったけど。新しいフォロワーさん紹介します。フォローありがとうございます。新しいフォロワーさん、ベルさん、フォローありがとう。はい、こんばんは、レモンさんいらっしゃい、こんばんは。楽しんでいってください。いや、面白かったわ。酒かけ芸。和道さんも酒かけたら面白かったな。俺は全然そんなん、全然、もう笑いが取れるんだったら何でもありだと思ってる。ここのカレー屋がうまいんだよ。ここのね、ベジタブルカレーめっちゃうまいから。東京来た時はね、ここのベジタブルカレー食べてみて、カーリー屋。いや、かそっててっていうか、本人、あいつ結構天然なところがあって、今回の企画本気で面白いと思ってたの。今回の企画本気で受けると思ってて、何回も打ち合わせて、いや、カラオケはねえぞって言ったの。だから俺人集めていろんなやつ呼ぼうかとか、もしカラオケやるんだったら浅井さんの方に来いよとか言ったんだけど、
なんか絶大の自信を持ってて、自分の企画に。絶対盛り上がるわけないじゃん、カラオケ配信で。止めたんだけどね。ホッペアだから本当になんか、あれがウケると思ってたんだよね、自分では。クジラくんいらっしゃい。カレーだったんだ。インドカレーですよ、ここ。パーリー屋。ほう、おすすめ。コッペだけだろう、楽しいの、あんなの。閲覧がすべてだかんね。その時面白い配信やってるかどうか、閲覧がすべてだから。なんかもう感覚鈍ってんだろうな。もうだから、自分が面白いっていう企画と、リスナーさんが面白いっていう企画がハマってないんだよ。まあいい勉強になったんじゃないの、感覚取り戻す。コッペはコッペで面白いからね、ハマってる時は普通に面白いから。あいつ腕あるよ。だからやっぱね、落ち目の時ってあるから、配信者。周りが引き上げてあげないとね。俺もスランプ辛かったかんね、半年ぐらい。そのね、スランプの辛さはね、本人にしかわかんないんだよ。味わってみないとわかんないから。アクティブ200とか300とか言ってた生主は、ねえ、大手に首突っ込んでるわけだから。かわいそうだよね。まあ本人次第なんだけどね。閲覧稼ぐのも、コメント走るのも。バカプレゼントありがとう。バカありがとう。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさんが、レモンさんフォローありがとう。レモンさんありがとう。バカプレゼントありがとう。ありがとうね、バカプレゼント。みんなありがとう。ありがとう。でも本当にヒカルくんとかのコラボより、ワドンさんも本当仲良しだなと思う配信。仲いいよ、全然。めっちゃイケメン。いやいやいや、ただのハゲですよ。イケメンって言ってくれて、ありがとう。太ったよな、10キロくらい太ったもんな。どうしようかな。今日帰っても寝れないだろうさ。あのね、肩のストレッチやったらね、すげえ肩こり抜けたんだよね。のんたんが一生懸命肩もんで直してくれてたんだけど、やっぱ自分でもやらないとダメだよね。鶴瓶師匠っぽい。そう、うん、小教師さん、 S さんいらっしゃい。コメントありがとう。楽しんでって。鶴瓶っぽいかな。鶴瓶師匠の喋り方好きだよ俺。田中さんいらっしゃい。よいしょ。田中さんありがとうございます。やるやる、全然やる。今日もスクワットやりまくってますよ。いつ何時もスクワットやるから。もう太ももバッキバキだよ今。マジで太ももが強化されてる。いろんな配信者見るけど、和道さん芸能界向きだなと思います。結構ね、それ言われた。裏方向きとか、テレビ向きっぽいっていう、その、テレビいけるよって話じゃなくて、テレビっぽいやり方をするよねって。俺がね、やっぱテレビっ子だったのがでかいんだと思う。配信にハマってるっていうか、テレビっ子だったから。スクワットをやってますよ。ヌーボーありがとう、サコさん。ヌーボーありがとう。
そう。なんかテレビつまんないっていう人結構いるけど、俺はテレビ面白かった時期はあると思ってて。今日もね、クレイジージャーニー見てたよ、クレイジージャーニー。今、好きなのはクレイジージャーニーかな。深夜番組が一番面白いよね。全然テレビの番組の椅子に座っても違和感ない。あー難しいんじゃないかな、俺テレビはね、前科あるからね。なんだ、討論系の番組出たいけどね。クレイジージャーニー、俺千日解放業の回が好きだったな。安納芋ソフト、なんかさ、安納芋が安いし、どこも安納芋やってるから、今年豊作なんだろうね、多分。安納芋がね、200円で5個入りで売ってたりとか、なんか、いろんなところで安納芋コラボしてるから、多分ね、今年豊作だったんだよ。どこでも安納芋やってるから。そうかな、テレビ出たいけどね。安納芋ソフト食べるか。すいません、安納芋ソフトを一つください。なんだっけ、食べれるやつがいいですね。食べれるね。はい。はい。あ、お願いします。うん、レシートいらないです。はい、ありがとうございます。いや多分今年取れ高が良かったんだと思うよ。どこでも安く売ってるし。こういうのが分かるとね、あの株とかが読めたりするよね。株とか、為替とか。食べれるやつ、そうそうそう。あのカップ。あ、コーンか。コーン。コーンにしてもらった。美味しそうだね。ありがとう。スプーンいらないです。いらないですか。はい、ありがとうございます。美味しそう。うん、すごい美味しそう。美味しそうじゃない？すごい。これはうまそうだよ。ここに椅子に座って食べようか。すごいいいよね。すごい美味しそう、ほら。ね、うまそうだよね。いただきます。あ、美味しい。うまいうまい。カップもすごいでっかいね。美味しい。うまいよ。なんかモンブランみたいに、もう周りのやつは、あの、栗のクリームみたいな、モンブランみたいなやつ。うまい。アホなんか、うまいね。これうまいわ。冬に食うアイスうめんだよな。アイスは冬がうまい。
なんでだろうね。おいしい。なんでだろうね。冬のアイスはうまいよ。夏にさ、カレーとかもうまいじゃん。汗かくの。年賀状？あ、そっかそっか、年賀状か。あー、夏は溶けるからね。いや、すごい入ってる。びっちりアイス入ってる。サーティワンもアイス美味しいよね。また明日から仕事か。あと10日で7万いけるかな。どうなんだろう、あと10日で7万か。月曜日忙しいよね。仕事が溜まってるからさ。ヘッドロックカーさんいらっしゃい。月曜が忙しいんだよ。うまいっすね。うまいっす、うまいっす。あ、生ポやめる。誰から聞いたの？誰か話してた？もしかしたら抜けるかもしれないですね。だんだん配信で稼げてきたんで、もう卒業しますね。そしたら世界旅しようと思ってて。あ、冬場に旅出るのきついよな。副業が本業に変わるときですね。なんかでも、ぶち上げた話、手応えは感じれるかな。手応えは。え、まあ、収入が上がったら生活保護は抜けるんですよ。生活保護っていうのは、あくまで生活できない人を保護する制度だから。ね、場所を問わないのはいいよね、高橋さん。初めに北向かおうと思ってんだよね。南に変更しようかな。どうしよう。
あとある程度種線も作っておかないとね。あのお金が入ってくるまでタイムラグあるから1ヶ月ぐらい、あのふわっちの運営さんに聞いたんだけど月1回なんだって振り込みは。でもさ、どうせ行くんだったらさ、あの北の方行った方がいいかなとも思ってるけど、日本全国、そうだね、また来月に繰り越しだね。また来月。だって毎月毎月ちゃんとコンスタントに稼がないといけないから。生活できなくなったらアウティーですよ。だから今、今月が8万円だから、今月7万いけたらいけるかなとも思ってるけど、今8万500円だって。きついよ。15万で、だ泊まるところとかも考えないといけないから。うん。ああ、ありがとう。うん。頑張るね、高橋さん。北海道おいでよ。俺は今日スノーボード初滑り行ってきた。いいね、パティンコさん。北海道まず北目指そうと思ってんだけど、なんかさすがにこの時期きつくねっていう話は出てるね。北海道にリスナーさん多いから、北海道行きたいんだよ。南からの方がいいか。ごちそうさまです。タバコ一本吸っていい？洗浄あるから。あ、タバコ最後の一本だ。南から、お金なくなったら最悪のぞくとか、冬きつい。というのも考えないとね。今んとこ漫画喫茶とかそういうところ行こうかなとは思ってるけど。きついよね、のぞくは。大阪来たらクロマハーツの店寄ってください。働いてる。へぇー。そうなんだ。うん。大阪のクロマハーツか。へぇー。クロマハーツなんて高級なもん身につけたことねえわ、俺。パチモンはいっぱいつけたことあるけど。寄ろう寄ろう。おしゃれかな。そうかな。全然おしゃれじゃないよ。貧乏人ですよ、貧乏人。寝袋買った方がいいかな。できれば満喫とかで過ごそうと思ってるけど、充電の問題があるから、外だと充電できないんだよね。
充電問題解決しないと。でもこの前のあのワン太郎は寝袋だけじゃなくてテントも張ってるらしいからね。テントも持参でちゃんと旅してるって言ってた。本格的だよね。なんか火の起こす方まで知ってるって言ってたからね。すごいよな。無敵だよね。でも俺はなるべくなんか世界旅するの踏まえて動きたいから、荷物はなるべく手ぶら感、なんか風天の虎みたいな感じでやりたいんだよね。車トラジローみたいに旅がしたい。お遍路、お遍路代行の仕事みたいに誰かに報酬もらいながら旅はできないかね。できればなんだけど、やっぱその旅っていうのは生き様だから、うん、そのなんか応援してくれる、やっぱアイテム投げてくれるスポンサーさんみたいな人が多くなればいいなっていう。なんかみんなの娯楽になりながら、こう、旅で食ってってますって感じでやりたいから、一番理想なのは配信回しながらこうやって日本全国歩いて、で、その中でアイテム投げてもらって、まあ、食っていければ、まずは成功かなっていう。それがやっぱ人生の財産になると思ってるから、なんか何で飯を食うって言ったら、やっぱ配信で飯食ってますって名乗りたいから、だからグッズとかの販売も考えてないんだよね。あくまで、その、体を作るさ、日銭っていうのは配信がいいかなと思って。まあね。マドさんの良いところは米止まっても話すところ。米止まって無言の配信者さん多い。もうほら、俺はさ、痛いっていうほど仮想配信まで落ちたから、アクティブゼロまで落ちたから、ね、やっぱ初心忘れずに誰も見てなくても喋るっていうのは癖つけてるかな。誰かが見てる時には話をするっていうのは、やっぱ配信者の姿勢だから、コメントがあって喋るんじゃなくて、喋ったらコメントをもらえると思ってるから。ね、まずは自分で先に出さないと、アピールしていかないと、やっぱ応援はしてもらえないと思ってる。うん、だからコメントが走るようになってだらけてきたらダメだね。配信者として終わりだと思ってるね。あくまでこっちがパフォーマーだと思ってるから、何もパフォーマンスしないのにリアクションだけ欲しいっていうのは贅沢でしょ。コメントも応援だし、見てもらうことも応援だし、アイテムも応援だし、いろんな応援の仕方あるのよ。ね、この配信コメント打たなくてもさ、ラジオ代わりに楽しんでくれてる人がいるわけだから。多分簡単にはできない。いや、それ気づいたの2年半ぐらい経ってからかな。ね、最初の頃はもちろん物理的にさ、過疎だからさ、喋らなきゃっていうのは癖づけてたけど、一番いい時はね、もう自然とポン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 喋れるようになったら勝ちだと思う。はい、ミミさんいらっしゃい。コメントありがとう。楽しんでってね。こんばんは。別にね、喋らなくてもいいんだけど、何か表現はしないとダメだよね。いや、プロを目指すのであれば。何かアクションを起こしてからのリアクション。リアクションだからね。そう、リアクション欲しかったらアクションを起こさないと。
それはまあ配信に限らずパフォーマーと呼ばれてる全ての人たちはそうなわけだから、プロ目指してるんだったらアクションアクションアクション、リアクションだけおねだりしてても誰もコメント打ってくれないですよ。だから閲覧がないからダメとかコメントがないからダメっていうのはもう配信者として根底からダメなんだよね。だったら配信やめればっていう、俺はそう思っちゃうかな。やっぱリスナーさんの心掴むのは配信者側だと思ってるから。ミツさん、和道さんの知的な話が好きです。知的かな、どうなんだろうね。よく言われてるのはね、IQ が10離れると会話ができないって言われてる。例えば大学教授と幼稚園生が話しても会話が成り立たないんですよ。 IQ 下げないといけないの、教授の方が。だからその相手に合わせて IQ 高い方は IQ 下げることができるから、だから大学教授の専門家の専門的な話っていうのは専門用語が飛び交うわけだ。だからその専門用語を理解してる人しかわからなくなっちゃうからね。配信者には何かしら発信してほしいと思う。そうだね、俺もそう思う。やっぱ見るときなんかこう喋っててもらいたいし。あ、これね、配信やってる人がいたら覚えておいた方がいいよ。これ教わったんだけど、生主塾で教わったこと。ラジオは3秒間があると放送事故って言われてんの。だからラジオパーソナリティっていうのは絶対に3秒以上間を空けない。それくらい喋り続ける。だからこそ音楽で休憩とかを取るんだって。3秒の間を空けないで喋るっていうのがいかに難しいかわかるよ。一回30分でも一枠だけでもね、ストップウォッチで測ってやってみるといいよ。何にもないところで30分間一人語りやる。それができて初めて配信者だよ。スタートライン。その話が面白いか面白くないかじゃなくて、なんていうのかな。喋り続けることがまずできるかどうかっていう。そうだね。もうほんと配信に捧げてるからね。人生を。6秒って言われてんだっけ？俺ね、奈々さんね、配信の生の主塾では3秒って教わったけど、6秒もあるんだね。俺もちゃんと調べたわけじゃないからわからないけど、それは教訓として持ってるかな。厳しいよね。3秒の間を空けるっていうのは、まあラジオは音だから、なおさらなんだろうけど、まあ配信は別に喋らなくても映像の表現があるから、映像で何かしら稼げるとは思ってるけど。そうそうそう、休憩すごい辛いから。だからね、よくね、リスナーさんが俺の部屋に遊びに来て30分間横に座ってるとみんな言うのが、枠が切れた瞬間に疲れたってみんな言う。みんな言う、これ全員言う。配信に出たことない人が30分枠切った瞬間に疲れたってみんな言う。これたくみさんもそうだし、レクチもそうだし、ノンタンも言うね。電波やばい、プツプツ、どうだろう。このね、リスナーさんにはなかなか伝わらないんだけど、実はね、これは技術なんですよ。専門的、喋るっていうことはね、実はね、スキルなんですよ。身につけた。電波やばい。どう？電波回復した？見えてる？特にね、配信は配信でまた独特のテクニックがあるから、例えば引きの絵で見せるとか、アップで見せるとか。あ、戻った。よかったよかった。お帰り。サーバーが弱いからね、ふわっちはね。まあでも、それぞれのスタイルがあるから、ね、チャップリンみたいに無言でも楽しませることができるし。だから何でもかんでもそうなんだけど、お客様を楽しませようみたいな、沸かせようとか、そういう気持ちがある人は向いてるよね。観客をこう盛り上げようとかさ、楽しんでもらおうっていう、そういうのが大事だと俺は思ってるかな。エンターテイナーとしての気持ちっていうか、資質っていうか、それを持ってて初めてね、見える世界があります。いや、帰ろうかな。帰ろうかな。
今帰ろうかなと思ってるけど、タバコもなくなっちゃったしね。寒い。そういうのがある人は大手になるね。いやーどうだろうね、大手になるっていうのはまだ語れる感じではないかな。まだまだ奥が深いですよ。3年もう本気でやってきましたけど、まだ俺は大手語るには未熟かな。まあ語れて中堅ぐらいじゃないの。やっぱ大手はねぶっ飛んでるからね、配信にかける心意気とかが全然違う、レベルが違うよ。やっぱいろんなね大手配信者さんと会ってきたけど、いやー全然違う、ちょっと俺がね語るには青二歳すぎるね。俺が言ってんのはまあ仮想配信者とかを抜け出すっていうか、ある程度閲覧稼げてね、いろんな人が見に来てくれるようになるぐらいまでは言えるけど、経験してないことは言えないからな。まあでも中堅は名乗っていいんじゃない？大手配信者をね名乗るに青2歳すぎるけど、まあまあ中堅ぐらいにはなってるんじゃないかな、だとは思うけど。自分で謙虚さ大事だよ。てかね、謙虚はね、フリしてもダメなんだよね。バレるんだよ。本当にね、痛い目見ないとわかんないんだよね。こう、放送でいう痛い目見るっていうのはさ、なんだろうな、その、コメントが全くない、閲覧が伸びない、とか、そういうことかな。何やってもダメみたいな。うまくいかないスランプの時は苦しいよ。もう何度やめようかと思ったか。大好きだからこそ辛くなるからね。配信が好きで好きで好きでさ、好きだけど結果が出ないっていうのはやっぱ辛いよ。頭の良さ、トーク力、パーソナリティ、まあ人によって全然違うよね。それはね、人によって全然違うと思うけど、でもね、やっぱね、一番大事なのは配信が好きかどうかだよ。トーク力とかよりも、その世界が好きかどうかだよね。俺は配信愛してるもん。配信にね、すべてを捧げるつもりでやってきてるし。配信が大好きですよ。ね、見てる人も配信が大好きだから伝わるんだよ、それは。そう、その気持ちだけは誰にも負けちゃダメだよね。俺はこの中で一番配信好きだっていう。それはさ、ほら、時間とかさ、態度とかさ、目とかに宿るんだよね。本当にこいつは配信好きかどうかって。それは隠せないよ。それをなんか人はオーラと呼ぶんじゃないの。それを感じ取るんだろうね、画面からね。雰囲気として。言葉にならないさ、なんかこうパワーがある、伝わるよね。伝わる伝わる。だからそうそうそう、伝えることができるかなんだよね。伝えるとか感じるとか、そういうところまで落とし込めるかだと思う。伝わってるかなとか、感じてくれてるかなって、こう五感を揺さぶる何かだよね。喜怒哀楽を画面の向こう側で笑ってくれたり、怒ってくれたり、笑ってね、楽しんでくれたりね、悲しんでくれたりっていう画面の向こう側のそのリアリティ、そう、もうリアルだと思ってる人いっぱいいるけどリアルじゃないんだよ。やっぱさ、このここまでしか映ってないわけじゃん。こっち側にもあるわけよ。ここまでしか映ってないのよ。こっち側にも世界は広がってるんだよ。だから実は限定的なんだよ。生放送ってすごい限定された表現だから。そうで、和藤さんどうなの？俺はまあみんなが感じてる通りだと思うよ。俺は自分が配信好きだっていう気持ちを裏切ったことは一回もないと思ってるけど。一回あるかな？一回あるかもしんないけど。ミッキーの写真を楽しみに待ってます。ごめんごめん。俺もさ、気分屋だからさ、ADHD だから、
ポン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 、その時やりたいこと、その時やりたいことで、ずれてくるんだよね。俺は配信好きだよ。それはまあ、みんなが知ってる通りですよ。配信が好きな人が大好きですよ。俺たちが守らないといけないんだよね、この空間を。だからふわっちも盛り上げないといけないし、ふわっちを愛してる人を盛り上げないと。え？三輪さんも言ってた。それ本当に配信が好きな人が多いわね。最近の若い配信者は全然ダメね。見てごらんなさいって言ってた。ワード君はピカイチの才能を持ってるわね。三輪明宏風に言うとこうなる。似てる？モノマネは愛だから。モノマネは愛だから。優雅にビブラートを聞かせながら喋るからね。ピカチュウって言ってた。ピカチュウは本当に可愛いわね。面白い喋り方だよね。やっぱキャラが抜群ですよ。特徴を捉える。そうだね。特徴を捉えて、その特徴を過剰にやるっていうのが。そう。だからね、実際聞いてみると、あれそんな似てないなってなるんだけど、モノマネが似てるかどうかっていうのは、一部分の特徴を引っ張り出して、その引っ張り出した特徴をね、なんか倍ぐらい過剰にやるんだよ。だから実際比べてみるとそんな似てない。それはそうだよね。声質も違えばさ。ね、声帯が違うわけだから。俺はだから抑揚だと思ってるね。あのね、高低差。キーの高い部分とキーの低い部分を織り交ぜながらビブラートをね、かけるとね、三輪明宏になる。なんとかね、ツボさえ押さえてれば似てるんだよ。綺麗だね、夜景が。タワーマンションですよ。毎日毎日ピカ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 チュウ。怒られるわ。怒られるわ、夜中に住宅街で。よし、もう家の方についてきますよ。住宅街ででっかい声は怒られるからね。また近所に変なおじさんって言われる。ケイン小杉とかも結構やりやすいよ。昭和にときんで、ここをビルドアップすると、で、なんかね、英語の時だけね、カタカナ英語になってる。安心と信頼のパートナー。センチュリー21。いいから。振り間違えてるし。振り何年目はどうだろう。よし、家に着きました。釈迦がすげえ泣いてるな。ピッピピッピ言ってるわ。家着いた。似てる？普段は僕はこの上腕二頭筋をビルドアップさせるために日々トレーニングしてます。ただいま、釈迦。はぁ、あったけえわ。さか、ただいま。よいしょ。曇ったな。湿度、目が曇ったわ。湿度高えな、この部屋。
ただいま。よいしょ。のんたんがいないと寂しいね。あー、カメラも曇ってきた。カメラも曇ってきた。よいしょ。あー、曇った、曇った。やばい、やばい、やばい。曇りすぎでしょ。湿度が高すぎるわ。よし。ちょっと待って、待って、待って。やばい、やばい、やばい。ちょっと待って、やばい、やばい。うん、曇ってるね。湿度、俺のためにね、加湿器、飲んだんが家から持ってきてくれたから、喉やられちゃった時にさ、家から加湿器持ってきてくれた。だから、この部屋湿度が 70% ぐらいあるの。もうサウナみたいな。喉痛めないように。配信者は喉が命だから。すげえ曇ったね。うん。そうそう、温度差で曇った。普段ここで僕はパソコンで配信やってますよ。いやー、ほっぺ、ほっぺ、お疲れだね。ほっぺちゃん。ほっぺがナルシストだったのはちょっと痛かったな。ほっぺナルシストだったか。残念なお知らせだよね。ただいま、みんな。帰ってきました。ただいま、うん。カビ生える。そうなんだよね。カビ生えちゃうんだよね。うん、カメラ。足洗ってくる。あれ、ナルシストでしょ、あの歌い方は。あの歌い方はナルの典型的だと思うけど、俺は。ナルシーだと思うよ。あれ？パソコン壊れた。あれ？トラックパッドが使えないな。なんでだろう。ただいま。あれ？トラックパッド動かないな。なんでだ？また壊れてる。いや、限界だったな。あー、動かねえわ、トラックパッドが。なんだこれ。ちょっと待って、トラックパッドが全然動かないから。我が家が一番。ね、安心できるよね。俺もうすぐ旅人になるからさ。あー、ダメだダメだ。おかしくなっちゃった。家雑しようか、じゃあ。家雑しようか。うん。じゃあ一旦放送切りたいけど、トラックパッドが動かない。どうすればいいんだろう。湿度でやられたのかな。一旦家雑に変えますね。変えたいけど、どうすればいいんだろう。トラックパッドが動かねえな。トラックパッドがなんで動かないんだろう。どうしよう、どうしよう。あれ？やばいかな。多分ね、湿度の変化でやられたっぽいね。どうしよう。トラックパッド動かないと。ちょっと待って待って待って。マウス刺すか。マウスを刺す。マウスを刺そう。トラックパッドがいかれた。もう、お釈迦だね。お釈迦だね。待ってね。どうしよう。ちょっと一旦放送切ります。お疲れ様。トラックパッドがいかれたんで、ちょっと、マウスが動かない状態で。みんなごめん、お疲れ様です。一旦切ります。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。